どうも、猪狩ともかです。以前高速道路を運転する動画をアップしたんですけど、その時に車への乗り降りはどうやってるんですかというコメントをいただいたので、今回この動画では車への乗り降りをご紹介したいと思います。ついでに車に乗り込んだ後に車椅子を自分で積み込む練習風景もお見せしたいと思います。でも、これはこれから習得しようとしている方などに参考にしてくださいっていうのではなくて、私も練習途中なので温かい目で見守っていただければなと思います。まず乗り込む際は車椅子を横につけるためにドアを全開にします。車椅子マークの駐車場が通常の駐車場より幅が広いのにはこういった理由があります。よかったら皆さん、必要な人のために開けておいてくださると嬉しいです。はい、ここで見てください。こちらサイドサポートといって、車と車椅子の間の隙間を埋めてくれます。これがなくても余裕で乗り移れるよって方もたくさんいると思うんですけど、私は割とフル装備にしちゃう派です。手動装置をつけてもらうときにつけてもらいました。人それぞれやりやすいやり方があったり、車椅子の種類で多少は変わってくると思いますが、私はまずアームレストとスカートガードを外します。ちなみにこの車椅子はパンテーラというメーカーのものです。左側はなんかスカートガードが外しにくかったみたいで、アームレストだけ取りましたね。次にお尻を少し前に出した後に、片足だけまず車内に入れて、あとは腕力でよいしょーっていう感じです。サイドサポートに一度お尻を乗せて、ぐいぐいと車内に入っていく感じです。そしたらもう片方の足も入れて乗り込み完了です。続いて車椅子の積み込みです。服が汚れないようにタオルを敷きます。そしたらクッションを外します。さて、ここからが本当に私苦手なんです。ブレーキを解除して車椅子をドアに立てかけたいんですけど、苦戦してますね。頑張ってください。セミも応援してるよ。フレームが削れる音がする。あ、でもできたみたいです。自分に近い方のタイヤを外して、そしたら次に車椅子をさらに近くに引き寄せます。こっちのタイヤは内側から手を入れて外します。最後に本体を持ち上げます。この車椅子は背もたれを折りたたむことができるので、コンパクトにした状態で入れ込むことができます。普段乗っている車椅子とは別で、自力で出かけられるためにということで軽さを重視して選びました。はい、一番最初に外したアームレストとスカートガードも一緒にします。できました。降りるときは今の逆再生って感じです。そうだ、積み込むときもなんですけど、車のシートの背を少し倒しておかないと、車椅子をこう運ぶときにプーってクラクションをしてしまうことがあるので、背もたれを今これ倒そうとしてるんですけど、なんか苦戦してますね。また違うとこいじってたみたいです。はい、準備が整ったので、まずは車椅子本体をさっき畳んだので、それを開きながら車のドアに立てかけていきます。そしたらさっきと動作が逆になるので、今度は自分から遠い方のタイヤからはめていきます。この時また内側から手を入れてますね。
で、ここまでは割とスムーズにできるんですよ。この後もう片方のタイヤをはめるために車椅子をちょっと奥にずらすんですけど、この時の角度だったり距離、バランスですね、これが悪いとタイヤをうまくはめることができなくなってしまいます。こんな感じでちょっと近すぎたんですね。いい感じの位置を探っていきます。決まった模様です。さあタイヤをはめていきます。タイヤがはまったら乗るときと同じ位置に車椅子をつけたいんですけど、あ、なんか大変なことになってる。大丈夫ですか？ちょっと手の力が抜けちゃったのかな。うまく軌道修正します。あ、なんとかなったみたいですね。はい、いい感じの位置につけることができたらブレーキをしてアームレストとスカートガードをはめます。残念ながら左右逆だったみたいですね。はい、片方はまりました。今度は前後ろ逆だったのかな。はい、ちゃんと覚えます。そしたら最後クッションを置いて完了です。あとは自分が車椅子に乗るだけです。またサイドサポートにお尻を一度乗せて、腕の力でよいしょ、お尻をぐいぐいと奥に押し込んだら、あとは足をフットレストに乗せたら完了です。はい、車への乗り降りや車椅子の積み下ろしはこんな感じでした。もうこれが完璧にできるようになれば本当に一人でどこへでも行けるようになるので、もうこれは練習あるのみですね。もう反復練習なんですよ、やっぱこういう慣れないことを身につけるには。いやでも本当にこれは私の悪いところで、結構甘い癖があって、今ではこう家の近くでお仕事があるっていう時はたまに自分で車で行くこともあるんですけど、家出るときに家族に車椅子積んでもらって、で現場に着いたらマネージャーさんに車椅子を下ろしてもらって、で帰りはその逆っていう風にやっていて、まだ完全に一人で出かけられる状態ではないので、頑張ろう。私決めました。ここで発言することによって自分を追い込みます。半年後また同じ動画を撮ってどれだけスムーズにできるようになっているかまた撮りたいと思います。頑張ります。おー。